たちはとても日本人に慣れているので、裏のお店に行くと、とても気さくに話しかけてくれる店員さんが多かったり、挨拶を交わすと、とても笑顔で返してくれます。フランス港周辺の環境は、自然豊かで静かで過ごしやすい場所です。私は2年間フランス語会話教室に通っていましたが、こっちに来てからもフランス語の授業があったり、日本にいる間からフランス語のサポート授業があったので、実習で使う言葉や単語は学べると思います。寮生活は不安な点の一つだったのですが、みんなで一緒にご飯を食べたり、買ってきたケーキをシェアしたりして楽しく過ごしてています。今はすごく楽しいです。フランス語ができなくて、ちょっと会話でつまずくことがあっても、すごく職場の人が優しいので、ジェスチャーとかで優しく教えてくれます。